はい、お疲れです。どうも、トーマ、トランジスタです。レジです。岡田です。はい、今回ですけども、ゴルフ対決、いやいやいや。歴史的にね、ゴルフを3ホール回って、もちろんチーム戦で合計でどっちの方が早くね、カップに入れれるのか、そう言いたいと思うんですけど、最初にちょっとね、秘宝が2つありまして、中心の僕と相馬さん、体の左半分負傷してます。なんで、まず相馬さん分かるように眼帯してるんですけど、謎のウイルスに蝕まれて片目が見えないと。はい、もう今ロケマンさん全く見えないです。で、もう朝からテンションだだ下がりって言って、で俺に関しても1週間ぐらい前に学力テストをしたんですよね。でその時になんかおまけ TikTok 撮ろうってなって、結局それボツになったんですよ。遅れちゃったんですけど、椅子取りゲームしたんですよ。しましたね。その時にロケマンさんの椅子を取り合った結果、ロケマンさんのエルボーが俺のここに入ってあばらが折れるという。まあ喋っててもめっちゃ痛いって。ちょっと大声出しにくいって響いてるっていう状態なんで、結構な負傷を抱えてるんで、満身創痍だね状態で中心を挑むと。でゴルフ経験に関しては俺と名人が高校時代にやったんだね。良いですよね。絶対違うよね。絶対においてはこの2人は有利かなっていう。確かに俺も少年野球やってたけどね。でも肘壊したの小6で小6で肘は壊したけど。いやもうダメです。いやいや、でもまあ経験ではある。じゃあそろそろチームワークいきますか。いやこれ大事っすよね。大事だ、一番大事。じゃあいきます。グーッとおっぱグッとおっぱちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って、みんな泣きすぎちゃう。確かに、今ショートとか行かないじゃないですか。あ、笑っちゃう。多分ね、みんなね、名人の方見て、ずっとグーだから、みんな絶対ずっとグーにしてる。俺も最初こうやってやばって名人ずっとグーだから。よかった、パラパラって。名人とさ、叱られてさ、グッパしたい。そうなんですよね。多分そうなんない。そんなに出すか。まあやったことないか。やったことなくて、しかも俺の会社こっち見えないから。俺野球もやったことないですから。やばいでしょ、僕の。まあそれで言ったら、俺と相場さんすんのやばいっすよ。そうだね。ハンデ持ちで。いや、そっちは、まあ、そっち気づいたんだけど、こっちもう見えないわ。見えないと思う。やばいな。これマジで見えねえよ。今だって、ふざけさんとマジさん見えない。ええ。こっち見ていいじゃん。こっちが見えないから、そしてこれね、確認してから見えてる。これで、どっち見た瞬間はどっちやばいな、これちょっとじゃあ、しゃーないか、俺と名人一応経験者なんで突破しますよ。あ、そうですね。せーの、グー。おーよろしくお願いします。これルールなんですけど、一人が一つの球をカップ運んでたらばらけちゃうんで、チームで一つの球をカップに運ぶ。だから交互に打っていくことにします。これ俺が負傷してるのもあるんで、ドライバーちょっと無理なんですよ、正直リアルな話。あ、だから基本ドライバーね、ロケマスでタックドライブ一番大事じゃん。ドライブって何ですか。一番遠くフットバックですか。そう、あれ絶対無理です。あれも一番大事じゃん。もし気になったら俺も痛み止め飲んでるんで。もうしげえなゴロゴロや、ほんまに。俺も高校の時ちょっとやっただけやから、めっちゃ前からやったら普通なんですよ。でも今もう脇腹痛めてるけどプラマイゼロだよ。笑って痛いです。もう喋ってて痛いんで。まあこの状態でどっちがね勝つのかっていうことをやっていきますか。じゃあ実際に向こう向かって車用意します。ああそうかそうか。それ乗っていきましょうか。わあ。いや楽しみやけどなマジで。これ結構楽しみしょって何ヶ月も前から。わかる。俺も一回中止になりましたねこれ。中で。一回雨で中止だったから。それがこの状態で。最悪だよね。多分一番楽しみにしてた。そうなんですよね。行きますか。行きましょう。あのゴーカート乗ってね、ましたよ。すごい。すごいな、ほんまに。マジでゴルフ場っす、うん。俺も高校の時に、このホールは3回回ったことあるんですよ。で、親父がゴルフ場勤めとったから、それもあって、ゴルフは一応ね、なんか家にね、芝生があってカップがあったんですよ。だからパターとか練習は日頃からしてたんですよ。まあ経験値は多分この中でぶっちゃけ一番高いと思います。やったー、はい。あとやっぱその、あの、血を削ってるんで、ゴルファーの血を削ってるんで。プロゴルファー。プロゴルファーの雑用の血を削ってるんで。ただ、あばらが死ぬほど痛いっていうハンデありますね。ドライバーで俺が。そうロキオさんのドライバーを決めくれればいいよな。わかりました。頑張ります。空振りも一打なんで。基本的には、絶対に交互に打つっていうこと。で、今回、ゴルフクラブも、マジでちゃんと揃えてもらってて、僕は金黒なんです、全部。すげえ。色が。ロキオさん青。やばくない？やばい。で、もう本当だ。トマさん緑。名人ピンクで、服も全部揃えてもらってるんですよ、これ。もうご協力でね。ありがとうございます。もう、パパした。あ、パパ。毎度、はい、毎度同じにパパたくさんいるんで、パパ本当にいるからね、疲れるよね、はい、はい、たくさんいるんで。肉体関係はないっす。なくてこれなんで。なくてこれあったらどうなっちゃうのね。ゴルフ場でもらえんじゃん。いや、もらえますよ。1ホール目から3ホール目であげるねって。こっちもらえますよ。手数でね。じゃあ行きますか。やりましょう。お願いします。はい、ありがとうございます。すごいすごい、勝手に勝手に勝手に。すごいすごい、すげえ。自動で、何これ、自動運転だ、すげえ。
すごい、ハンドル勝手に動いてる。何これ、何これ、すげえ、すごい。一発目のホールが、これ、ショートホールですかね。そうです。先発のワイヤードのパー3ってショートホールですね。なるほど。基本的にゴルフではヤードショートになります。あ、あのカットなってるとこって、遠そうです。めっちゃ遠いじゃないですか。あそこまでボールを運ぶ、それを何段なのかっていうのを競い合うってことです。知らない人のために言っとくと、でそれをチームでやります。めっちゃ遠いな。めっちゃ遠いです。バンカー手前ぐらいまでお願い。いやいや、振ったことないっすよ俺。1段目なの、今さ1段目それ名人やろ絶対。そうだね、相馬さんでいいですか。お、マジで1段目俺、いいよ。3ホールもあるんですよね。3ホールもある。遊ぶってことな、お前ギャンブラーだな。練習っすね。確かに確かに。じゃあロケマンさん行った方がいいんじゃない。ちょっと打ち方だけ教えてもらって。俺も打ち方だけ教えて。じゃあそれはチームごとにだよね。あれ、普通にこう持ってこうやってやるしかなくないですか。どうやってやる。我流で行くんすか。我流しなさい。グリップの持ち方とかは自己流。でもそれ変に教えてもらって打ちにくかったらあれやから、まあ、持ちやすいやつやるのが一番いいんじゃない。あ、自分の好きなように。それ飛ばなかったらやばいっすね。すごいな、自分で考えるってことね。実際100クラブ使うかも。これなんかアドバイスあるんですか。何に使った方がいいみたいな。まあ大体目安はありますね。あ、じゃあ個人差があるんですけど、一発目何行った方がいいですか。6番アイアンとか。かっこいいっすね。かっこいい。言いたいね。全員同じクラブ5番アイアンなら5番アイアンで全員が。あ、そうですね。あ、確かに合わせた方がいい。じゃあそれ行きます。じゃあ5番で行きましょう。ドライバーの方がいいね。飛ばないっすよ。絶対飛ばへんな。てかドライバーでもあそこも行かへんもんな。プロだったら余裕で行きます。100とかそれ余裕で行くよ。いい方で。300とか飛ばせないんだ。え、すごっ。最初はグッジャケップ。はい、行こうでしょ。じゃあ相馬さん先行でいいです。おい、片目のやつ一番下がる。赤眼の相馬。赤眼の相馬。赤眼のゴルファー。おーおーおお、スイングすごいですね。よし、いけるな。いきましょう、相馬さん。地ダメ。これ今見せてください。任せて。ステーキ見せよう。おれいフェイ絶対空振る。独眼竜。オッケー。相馬さん、もっと前の方がいいかも。ああああああこう、あの、持ってきてください。行きましょう、独眼竜で。じゃあ、思いっきり振るわ。やばいやばい、ちょっと直して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 。思いっきりダブりましたね。お腹いっぱい。すいません、すいません、ほんとすいません。今のって結構どうですか。ダメでしょ。0点でしょ、今の。0点ありがとうございます。ありがとうございます。このままで相馬さん行くのか。名人答え。いや、一回名人見せて。あ、名人。いや、俺当たる気しねえわ、これ。結局でも、飛ばしてもそこまた相馬さんがやっても当たんないってなったら永遠とできない。いや、相馬さん、2段目いきましょう。当てにっていい。当てるのが大事。前に飛ばしましょう。行きます。だいぶ近づいた。近づいた。感覚忘れないし、行きましょう。行くの。あ、もう2段でしょ。もう捨てるから、練習か。行きますよ。カラス大丈夫。ちょっと分解して。これは結構やばいかもしれない。重傷。結構あったから。ちょっと一回練習して、一回練習して。ボール2個分ぐらいありましたね、多分。やばい、面白すぎる、相馬さんが。おおおおおお。あ、来た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 、進んだ。おっと、どうどう、イエーイ。いいっすよ。ロケマさん、練習したいね。いや、そんなダメよ、さ。いや、相馬さんもやってるじゃないですか。どうやって持ってばいいんだろう。自分信じて。うわ、これ大事ね、一打。いや、怖え。当たるかな。相馬さんが2打もったいないことしたから、当てに行けば当てるで。わかりました。いやマジか、怖っ。切り振った方がいいよ。ちょっと右寄りに行った方がいい。こっち側に行った方がいいな。こっちですか。そうですか。あ、そう、そっちの方がいいと思う。体傾けていいですね。いやー、当たるかな。結構しゃあ結構飛んだぞ。しゃあ一発目からうまくね。いい感じ、いい感じ、いい感じ、いい感じ。ロケマスうまかった。でもいや、でも思ったより本当にまっすぐ行かないって。行かない。結構旗の方向狙ってたの。いや、でもスイングやっぱちゃうぞ。でも明治なんか確かになんか安定性がうまそうな雰囲気出とう。砂入んないかな。バンカーこうやっていかついけどな。空振りしてもいいっすか。いや、全然いいよ。思いっきり振りますね。えマジか。フルスイング。うわ、ちょっとゴルファーっぽい。やばいな、これ絶対。ちょっとぽいぞな、フォームが。ミンチさん、飛びすぎちゃうかもしれないんで、こっちで。大丈夫ですか。ピッチですか。ピッチ、ピッチング。おい、当たった。お、入った。お、いっか。思いっきりいいっすね。うん、いいよ。大丈夫だ、ここ。よし、全然大丈夫、今。まあ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 。あれ、お、5回目。あれ、あれ、いいぞ。メジン。お、まあ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 前に進んだね。次相馬さんっすね。僕らの方が前にあるんで。あ、そうなんすね。そういうルール。そういうルール。知らなかった。だから俺が打つまでに10だとか言ったかもしれない。あー、いいな、いいな、いいな。全然あると。パス。
うお、これえ、結構いいんじゃない、結構いいんじゃない、ナイスショット。おお、すごい、これはナイスショットかも。相馬さん、よしよし、結構いった。野球やってたからね、昔のタイガース。昔のタイガースが強いかどうかわかんないもん。じゃあさん、お願いします。いやでもまだ2日目なんでね。相馬さん結構ロケマさん進ましたな。いやマジ強かった。あ、そう、左なんか、かっけえな、左。かっこいい。それだけ3倍だつけてるからプロ感がすごい。行きます。え、どうした？今練習ですよね、ヒカルさん。あ、まあ、だから練習だ。合わせて。ああ、練習なんや。まあまあ、でも一応ヒカルは1打でいいんだよね、今のね。もちろん1。おお、さすが。あ、やっぱ安定してますね。前に進めたから OK です。ありがとうございます。あ、ここにボールあるやん。これ、相馬さんやな。相馬さん。これでも結構しんどいと思うよ、この坂。確かに。で、バンカー入りそうですね、あんちゃん。入りそう。これ、空振ってまうよ。入りそうって焦りもあるし。そうそう。緊張もあるよな。うわ、スイングはめっちゃいいけどね、ヒカル強いな、名人。うん、フォーム綺麗し、当たればやばいって言われてた。あ、おお、いいんじゃん、いいんじゃん、いいじゃん。あ、まあ2体。うわー、2体ある、1や。いいんじゃない、おもろいな、確かに。おもろい。いや、俺マジで暴れてやから、そんなにテンション低く見えるかもしれんけど、めっちゃ楽しんだよね、今。4打目7、6、7、ここで、ここで超えよう。もここで近づいてでかいな。バンカー入れてくれても全然大丈夫やけどな。バンカー好きだもんね。バンカー一番好きなんで。いや、それ飛ばしてくれます。はい、任せて、任せて。オッケー、ごめんなさい、行きます。ハンバーガー食べとるのそれが理由やから。バンカーよ。バンカーショットっすね。おお、うまいぞ。うまくね。ええー。攻撃しちゃった。ちょっとここ埋めよう。うまくね。ありがとうございます。ありがとうございます。バンカーこいつはマジでかいっす。まっすぐ飛んだんでかい。確かに。でかい。対空機。おお、内緒出ました。さっきの。やったぜ。これ以上ないぐらいな。それ直してから。直します。はい。直しな。いやでもこれ当たった時やばいと思ったけど。芝生出るんすか。読んでるよ。ここ意味ないっすよ。パターとかじゃないっすもんね。浮かすんです。あ、風の流れですか。あ、右ね、風の流れ右から来ます。青葉、佐々木、ランド、相馬、よし、ナイス、ありがとうございます。バンカーイン。あ、でも打ちどころ食ったって感じじゃない。そうだね、もう目地信頼してるから。うわー、これ難しいやん。バンカー、初バンカーだ。やばいぞこれ。一番いいんじゃん。確かに。おえな、かっこいいな、やっぱバンカーに降り立った名人。ここ相馬さんじゃなくてよかったな。確かに。人悪いやろ、相馬さんだったら。行きますよ。はい。これ一発で上げたらかっこよくやな。うわー。うわー、声へんかった。やっぱきついん、ね、うわー、次相馬さん。相馬さん、あそこ。待って。相馬さん、お願いします。任せて。上げる感じでちょっとね。はい、砂ごと持っていきましょう。はい。あー、そう。あー、いいっすね。とりあえず出ることを考えないと。そうだね。アッパー気味っすね、はい、アッパー気味。スコップ。顎みたいな感じ。スコップのように。シャクレースイング。あー、これやろ。あー、戻ってきた。バンカーの闇に戻ってきましたね。アリ地獄みたいな感じ。なるほど。次で出したい。おー、うまい。うまい、うまい、うまい、うまいぞ。うまい、うまい、うまいな。ナイスリカバリー。あの野球部の時の整備思い出してやってましたからね、これ、こうやって。リカバリー。じゃあ次こっち側から。次、そうだな。もう入れちゃってください。これでいいじゃん、天才やけど、マジで。お願いします、ヒカルさん。あ、読んでる、読んでる。気持ちいきます。おお、綺麗。うまくね。うまい。さあ、来たー、いい感じじゃない。このぐらい。うまいぞ。これはいいんじゃない。めっちゃうまい。めっちゃうまい。よし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 、完璧完璧。ありがとうございます。次、ロケマサガールもゆっくり慎重に。そうさん結構うまくいっちゃう、なんかわからない。お、そうさんがよくわかんない呼び方で読んでる、うんこ、うんこ。やめてください、それはマナー違反なんで。いきます。あんま飛ばしすぎないようにですね。はい、歩くがいいですね。軽くがいいですね。あの感じでいきます。初めて見た、あんな飛ばすの。バンカーショットじゃないですか、あれが。力抜きすぎて。それ多分今日一飛ばしますね。力抜きすぎて。こんな飛ぶんだ。そうだ、大丈夫ですか。めっちゃ痛いや。めっちゃ痛いけど、めっちゃおもろい。やばい。うわ、嘘みたいに飛んだんだけど。じゃあ次まだ名人からですね。あ、近いじゃん、近いじゃん。なんかあるじゃん。一発的にかっこいいところマジで。あるで、あるで。入ると全然あります。じゃあこの距離でしょ。意外にあれが、そうやって、いらっしゃる。意外に。うわー、行ってまた。行かないで、行かないで。あ、止まった。あぶねー。お互い交互に打ち合うことあるじゃん。そうだ、こっちで全く行きます。そうそう、二人連撃しないとね。一生入らないです。行きます。
あ、でもまあめっちゃ行くやん。まだ戻ったって感じですね。こんな飛ぶの？延々とこれ繰り返してるそうだね。一生ゴルフできないですよ。俺らゴルフできひん。でもぶっちゃけゴルフを楽しんでるのは相馬さんと明治。確かに。何回も打てるしね。おお、いいじゃん、打ったやん。おお。ああ、でもまた行って。あれ？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 ほらほら。ほらほらやばいの。キャッチボール。明治もうちょいこっち側かな。パターっすよ。パターっていうのクラブ変えてもいい。それパターです。あ、チョンでいいと思いますよ、本当に。おー、うまい。おー、いいじゃん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 。あー、めっちゃ、おー、すげえ。やばいじゃないですか。まあ、ライン読んでっから。ライン読んでっから。ちょっとね、今日風があれだから。うまっ。うまいな。赤眼のゴルファー、お前やばいな。赤眼だよ。お前、ロケバス軽く。オッケー、ちょっとで。いいんじゃない、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 うまっ、うわっ、いいねー、来た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 、次入ったな、これ皆さん決めちゃってください。7段目にして、うわ、これいけそうやな、めっちゃ近いね。お願いします。いや、まあね、まあ、女の子あったわけね。パターの基本ってこれよ。なるほど、強引じゃなくて。そうなんでその堂々と、初夜初夜のパターね。初夜のパター、初夜のパター見せた。でもさ、先っぽしか言ってないぞ。確かに。まあ、じゃあロケマさん行こう。おー、ロケマさん決めよ。決めたらロケマさん、ここでフルスイングしても面白いよ。やめろ。本当ですか。今入れちゃっていいですか。入れよ。おたまちゃん、うわー、決めた。八ダメ。八ダメで。早っ。ここは入れたい。あ、やっ。うわー。これはでも。よし。まあでもパターそういうもんよな。俺みたいにビビったら入らへんし、行き過ぎたらこれみたいな。優しくいくわ。うわ、マジか。あー、キャッチボール始まった。十九ダメ。好きっすね。ラリーが。あ、もうちょいもうちょい。これ。もうほんまちょっと。あーやばいやばい、これなんだよこれ。もう21ですね、今21。うわー、嫌われた。そんなことあるんだ。あー、ドツボにはまる。もっと慎重に行こうよ。確かに。おー、ね、あー、いった。何番？23。23対 8です。15差。まあ、こんなもんでいいか。名人と相馬さんがやってる回数は多いんで。そうね。やればやるほど強くなる。ルール3ホールやるじゃないですか、うん、2ホール制したら勝ちにするのか、ちょっと合計と打数に。打数だってもう勝てんよ。どうします。まあ2ホール制した方が勝ち。それやったら次のホールで決まっちゃいますよ、ワンちゃん。こっちがいい。合計だと勝ち目ない。勝ち目ないよね、多分ね。じゃあ2ホール制した勝ち、うん、じゃあもう次勝つしかないですよね、相馬さん。そうそう。まあでも俺ら追い込まれた方が強いって言われてっから。言われてっから。でもあのいいショットありましたからね、それぞれ。確かに。学んだのが力入れちゃダメっていう。捨てない方がめっちゃ飛ぶ。力抜いてた方がいいですね。うん、それぞれ全員いいショット。まあロケマさんが伏兵のように一番ね、あのあったよね、実はちょっとゴルフやってたみたいな。まあ嘘なんですけど、うん、センスやん。そのこと分かるよ。最初に撮った、うん、誰でも分かる人やしな。嘘なってないよ。ちょっとなんか調子に乗りすぎて。トークの調子は落ちてくる。ゴルフが上がる。反比例。ゴルフやっぱおもろい。面白いよ。え、これ多分やったらハマっちゃうよ。ハマります。マイスターハマるぜ。めっちゃおもろい。結構いい運動になる。うん、確かに。歩くから。そんな面白いと思わなかった。確かに。だからお金持ちが仕事の話しながらゴルフ回るみたいな。絶対ゴルフ。いいね。パパと回ろうかな。ゴルフ中に何かもらおうかな。ヒカル君これ入ったらあげるよみたいな。ありそうっすね。ありそう。あ、楽しいなゴルフ。俺と相馬さんバンジーやったらもっと完璧やったっすね。そうだね。回りきれないっすね、やっぱちょっと。まあお互いね。まあ勝負の2ホール目っすね。まあ任せて。メジン行こう。341ヤード。さっきの2倍以上。ドライバーってこれ。ドライバー。正面まで行ってあの左に曲がるような感じのコースなんです。ヒカルさんから。そうだね。お願いします。ここはもう絶対前に進めるっていう。もう全力じゃないこれは。うわ、かっこいいな。もう打数的には関係なくなったんで勝ちに行きましょう。おお、なんかかっこいいな。かっこよ。これ当てるむずそう。長さが長い。まあ、とりあえず前に飛ばします。うわ。うまい。綺麗。うまいぞ。一回ゴルフいいんじゃない。ありがとうございます。よかった、うまくいって。いやー、一発で決めた。いや、これでかいな。メジ俺当てに行くわ、じゃあ。今負けたら終わりだから。いや、結構前半調子いいよな。いいですね。この間なんかドライバーよりも手短いっすね。これダフりそう、めっちゃ。いや、でも、浮く感じは大丈夫ですよ。ほんと？パワー見してありましょう。オッケー。行きます。風が落ちてきました。うわぁ。あぁ。関係ファウル。あれ大丈夫ですか？大丈夫ですよ。
あ、前進んだらいいんじゃないですか、1回目から。確かに。立場の上に置いちゃっていいんですか。いいですよ、いいですよ。結構俺、ええとこ行っとんな。いや、行ってます。確かに。これ次、ロキマさんが結構前行ったら、そこそこ行くぞ、多分。これで勝負決まっちまうんかな。それ、後ろに下がんないといけないんで、前はダメなんですか。バンカー手前ぐらいまで飛ばしてやばいけどな。確かに全然ありそうだよ、メイジだったら。メイジパワーとスイングめっちゃいいよね。めっちゃいい、スイングめっちゃ綺麗よ。まだ返しのスイング出てないね、まだ。よっ、あ、でもまあまあ前進んだから。どっちから、そのまさんすよ、またか。そうだね、光の石でやっぱでかいな。いや、よかった。どこに行けばいいんですかね。とりあえず黄色い旗のちょっと右ぐらい、フェアウェイっていう手羽が短く垂れてるところを狙ってっていう感じで。そのまさんリラックスしていきましょう。おお、おお、すごい。結構飛んでますよ。いい、飛んだけどすごいとこ行ったの。え、でも飛びましたね。まあいいんじゃないですか。はい、全然いいと思う。OK です。じゃあ次、行きましょうか。はい。左に曲がるんでしょ。そう、左に曲がっていくと、あの左に見えるバンカーの奥の方に赤い。ああ、あります。あれが目標なんですよ。これまだ2打目だもんね。そこを狙うと難しいんで。そうですよ。そこを狙って、とりあえずまっすぐ飛ばす。一旦まっすぐ行ってから左に曲がった方がいいです。じゃあこっち向いた方がいいです。そう、一旦黄色のとこまで持っていく。頼むぞ、これ。やば。こうでも。まあ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 、前進んです。やば。すごいとこ当たった。ここ抜けたらやばい、金のとこ。確かに。あの間入ってバーン。ショートカットだろ。あ、それ振ってまおう。いや、いや、その前さんやめましょう。残像の感じでやっちゃう。大丈夫。うわ、変なこと言った。いや、もう狙ってるもんね、ヒカルさん。狙うんや。あの間ね。いや、ヒカルさん間って入れるらしいですよ。はい、もうプロ顔負けっすよね。狙っていかないと、やっぱりもうキラーでも勝ってるから。まあまあまあ、遊んでいかないと、やっぱり見せていかないといけないですよ。うわ、え、どこ行った。うわ、でもいいとこ行った。嘘、あの上っす。やった、え、めっちゃいいとこ行った。え、いや物にしました。物にしました。意外に1打目でしたらめっちゃ飛んでましたよ。確かに意外に打球良かったな。いや、めっちゃ良かった、めっちゃ高かった。いや、メイジンもちょっとミラクルショット打ってほしいな。オッケー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 。結構ゴール遠いな。遠いね。これまだ多分なんだかかかるな。ちょっとバンカー怖いんで、こっち行く。ああ、オッケー。行きます。バンカー怖いんで。思いっきりバンカー入れましたね。さすがっすね、そのさん。これすごいっすよ、その振りが。一人で体の方向もこっち向いてましたよ。もう怖いんでって言ったから、バンカーもろいきましたからね。なんでだろうな。それが欲しいわけじゃないですもんね、今。これが欲しいわけじゃない。今、勝ちが欲しい。次、名人。またバンカーショット。ごめん。いや、名人上手かったからな。火あるんだよね、めっちゃ。あ、でもまあ悪くない。気が邪魔してるやん、ギリギリ。抜けていける。見晴らしはいいな。俺らのやつはあれか。バンカー避けるとマジでかいっすね。確かに。結構いい調理やな、地味に。やばいやん。そもさ、打った後、マジめっちゃ体開いてます。足開いてるんで、そもそも足動かさなかった方がいいっす。軸足固定した方がいいっすね。なるほど。あ、こっちの方がいいっすね。名人、来ましたよ、バンカー。てか、木がめっちゃ邪魔っすね。ギリギリまだ邪魔にならへんラインやもんな。おー、うまい。うまい、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 めっちゃうまい。うまっ。うわ、うまい、うまい、すげえぞ。ナイスショット。名人すごい。ミラクルプレイ、ミラクルプレイ、うまっ。ありがとうございます。じゃあ、ロケマさん、かっこいい。ここでだから名人より前に詰めたいな。オッケーです。名人どこ行った。結構前行ったね。別なら場所なんだよ、ロケマさんのやつも。いや、もうこれめっちゃ砂じゃないですか。バンカーっすよ、これ。木の方に当たらへん、行った方がいいじゃん。え、それは一つ数えれば1だ。はい、毎回当たっちゃった。正直に言った方がね、かっこいいな。まあ、スポーツマンシップに。じゃ、いきますね。カピトシティシー。おやばい。うわ、やっぱこいつメンタル弱い。自分で嘘つこうとしてバレてメンタル食らってるんですよ。もう一番若いやつだよ、これ。ズルして負けるやつやばいぞ。大丈夫、優しく、神でいるみたいに。あー、やべ。あー、じゃあもう熱いとこから。いい感じ。マジでロケマさんうめえ。ちょっともうグリーン乗せていい。やばい。キノコ生えとる、キノコ。ほんまや。ほんとだ、ブラシメージ。もう流し打ちが得意っぽいから、こっち側に行ったことない。流し打ちのイメージでいく。うわ、うまっ。うまい。めっちゃうめえ。まあまあ最低限。よし。いや、ヒカルさんなんかはマジでこんなに上手かったんか。確かに超綺麗。脇腹も感じさせないもん。いや、これ分かったのは、打っても喋ってても全部一緒に痛いんですよ。結局痛い。結局痛いから、もう別にやるしかない。勝ちに行く。宇佐間さん行きましょう。これ7打目なんでいい勝負っすよ。そうです。ここ大事ですよ、宇佐間さん。行きます。おぉ、え、どこ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 。あら、え、カートの脇。
え、あの車のところ結構飛んだな。ささんやべ、全然できねえ変な方向行っちゃうな。あ、できないの場所やな。うわー、すごいとこあるな。おー、うまい。いいね、きれい、いい感じ。が多分小島さんかな。小島さん、あの不正と空振りで2打やられてるんですよ確かにそれがなければめっちゃ良かったですよね。確かに。そこから挽回しますよ。まあミス重なったらミス重なりますからね。そうだね、そういうタイプでしょ。確かに。正直ね、ここの勝負は俺と小島さん勝たないともったいないんですよ。相馬さんが倒せる戦いなんで間違いないんです。確かにね。あ、もうこれいけるじゃないですか。押せれるな。まっすぐ飛ばすことさえ意識すれば。わかりました。ストレート得意なんで。うわー、やばいぞこれ。ロケバスなんで今になって空振りなんて確かに。まあこれ実は最初まぐりあった説うまそうな雰囲気だけど実はまぐりあった説。ちょっと言い訳していいですか、うん、このもっこりしてるのめっちゃやりづらいんですよ。下ネタやめろってすぐなーって持っていこうとするからとりあえず当てに行こう。ありがとうございます。まあ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 、オッケー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 。いいんじゃない、いいんじゃない。うまい。いいとこ行きましたよ。後ろうまい。完璧。あざっす。バンカー入れたら怒りますよ。オッケー。また振りですよ。行きます。これ逆にあんな無理だよ。確かに。フライ上げれるんや。挑戦した。名人マジこれ一発ってやばいけどな。名人のこの運命の一打。投げたらだってもう終わりやからな。おお、うまい。カン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 。次じゃあ光さん。そうなると光るところが多いですね。空振りとあれで4本。ごめんなさい。確かに。でもまあここカバーしていくのがやっぱりサンバイザー被ってる男の役目なんで。おお、きれい。おお、うまいぞ。いやでも微妙だった。ちょっとそれ分かった。じゃあ決めるぞ。いや3回空振ったマジで悔しい。節制してますよね結構。このホール落とすのもしんどいもんな。そうなんですよ。キャリー来てる後ろにキャリーが。うわ、かぶりから帰ってきた。スケベかぶりのトーマ。あ、メディアコースで思うとした。え？あ、今の空振り空振り今の空振りだ。自己申告して自己申告。コースマン。プラス1。お、あー、結構。よし。オッケーオッケーオッケー。まあ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 、前詰めた。オッケーオッケーオッケー。おお、うまっ。え、惜しい。うわ、ここで決めれるか。え、お、うわ、13ね、次お互い。今俺も13に打って、これ相馬さんこれ決めて勝ちますよ。決めれるのか。お、うわ、惜しい。ここで決めてプレッシャーかけよう。うわやばい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 。また俺だ。あー、ナイスナイス。わざさまに。やばいやばいやばい。やばいやばい。うわー、来たー。あー、これいったな。24。よっしゃ。うわー、勝ったー。うわー、ゾウさんが走り出した。走った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 。違う。うわー、決めた。16。16と15。うわー、一分けか。いやー、空振ったのマジ5。うわー、1対1。次、ライト1試合。次何ヤードあるんだ。500。いい勝負になってきたな。まあこのロケバスの空振りとかも演出やと思えばいいんじゃない。簡単に勝負勝っても面白くないんだよ。遠いな。これだから一発目どこまで行くか大事で、めっちゃ右池があるんで気をつけてください。名人どれが飛ばしたことない最高で。そんなかかったことない。名人を信じる。スイングやっぱ綺麗だな、めっちゃ。野球でいいよ。それでめっちゃ飛んだらやばいな。4番キャッチャー名人。邪魔っす。邪魔っす。ルーティン入ってる。あ、そうだ。やめてください。スイングはすごいええけどな、ほんま。思いっきりいきます。え？二人とか悪かった。うわー、ありがとう。やばい、中途半端が一番でかい。ここが勝負の分かれ目になるのか。今日流れ気味になるから、多分開いた方がこっちに行くっていう。インパクトの時本気やと。え？めっちゃフライいったぞ、フライ。あっちの黄色。あれセーフですか？セーフ。むずいとこ行ったな。行きます。おお、うまい。おお、でも前飛んだ。こうやって一つずつの編集してんだな。
です。大事な一つずつ進めていくことですね。欲張りすぎちゃダメなんだ。うわ、結構難しいところにあるよ、これ。ある意味バンカーですよね。逆を言えば、ロケワザさっきのお名返上できるよ、これ。ああ。これだって気が素直にこっち出すか。でもあっち行けたらマジ結構でかいっすよね。こっち全然違うな。こっち行こう。分かりました。ちょっとプレッシャーかけて、あんまり右行くと池入るから。そこ行ったら松の木あるじゃない。はい。そっち行っちゃうとそこ行けない。池っぽしゃ。ここしかない。本当はここにあるのか。分かりました。大丈夫、俺あっちは絶対届かないんで。軽く進めれば直線抜けるもんな。行きます。うまい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 。来た。抜けた。ファインプレー。マリうまい。完全なリカバリー。さすが絵になるね、やっぱりね。ありがとうございます。もう息あるわ、ここやばいよ。おー、OK。 うまい。あー、まあよかった。 OK。 打ち合わせとこ行ったからな。いや、めっちゃいいとこっすね。次狙えるよな。ここで相馬さんが飛ばしてくれる。これ相馬さん一発や。行っちゃう。フェアウェイなんで打ちやすいっすよ。確かにね。フェアウェイキープでまっすぐ行った方がいいな。でもそんな行かないよ。こっちやもんな。こっちやな。やばい。うわぁ、逆目のとこ行った。でもまあ、ああやばい、転がった。オッケーオッケー。まあ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 、次俺が真ん中にぶっ飛ばすわ。そうなんで、相馬さんとか打ちやすい。めっちゃいいとこ行ったんすね。これ相馬さん一番決めどころっすよ。オッケー。もっと飛ぶとも用意はあります。難しいな。行ったっていいんじゃないですか。もうやりましょう。攻めないで行くのつまんないもん。そうですね。200ヤード。バケモンやん。かっこいい、かっこいい、かっこいい。え、かっこいい。ファン増えた。一振りで。あ、一振りでファン増えます。もう増えた。増えた。うわ、増えた。減った。マジで行こう。おお。うまい。めっちゃ行った。めっちゃ行った。うまいぞ、さっきの。うまい。やば。センター前グリーンヒット。おお、センター前。今のやばかった。タイムチャンピオン。人生初じゃねえよ。俺らは使った方がいいんじゃないですか。あの位置から。え、どうすか。あの位置からもう使えるやつ持ってきて。どっちがいいですか。チャレンジするな、こっちで。この方行こう。うえぇ、真ん中寄りで行きます。うわぁ、やばい、行け。大丈夫大丈夫。あの池入らなくて大丈夫。結構転がって進みそうやけど。確かに。もういいんじゃない。お、すごい、本当に真ん中行ってる。やばいな。違うカップ。あ、違うカップなんですか、これ。え、すごっ。勝ちやわ。すげえ。勝ちでいいんじゃない。ちょっとじゃあ打ちやすいと。はい、あざす。メディリラックス。こんぐらいでいいですか。いいよ。あっ。最初で行っちゃった。確かに。しくじった。コーン。おお。あー、すんだ。行った場所。あ、行った。やばいやばい、ここに来て、あばらが。あそこ、一回真ん中戻した方が行きますね。そうですね。ここのさっきのプリント思い出して。おお、うまい。うまい。うますぎでしょ。あー、すげえ。楽しんでいただけました。さっきのやばいやばいやばい。急に覚醒した。なぜだかわからんが。急に出た。でかいだこれは。すげえ当たるようになった。やばくなかった今。いや、やばかったっす。相馬さんにキャリーされるかもしれない。名人飯食わしてやっからな。いやいや、今日一のショットが。二回連続で。急に最新ホールで。何も変えてないのに。これボーリングの時も座ったので。ガーター続いてからストライク出て、次またガーター出ちゃうからそこカバー合わない。これ一番怖いイケポじゃない。でもこっちこうやって狙ったらさすがに勝負すぎますもん。さっきみたいなショット求められるよ。確かに。さっきの相馬さんみたいなやつ無理そうだな。なんか無理そうだと思ったらね、大体無理だから、やっぱそのできると思い込むのが大事だと思う。転がったら池やから、池入ったら2打プラスだから、もうほぼ負けになるよ。じゃあこっち行きます。勝ちに行く。うわ、やばい。うまいじゃん。ちょい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 。お、超えた。おぶねー。きた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 。すげえ。ナイスショット来た。食らいつきましたね。めっちゃいいとこね、お互い。うわぁ、いや、あれ打てなくないっすか。やばいぞ。ヒカルさん、変えた方がいいかもしれないっすよ。これむずいわ、こっち系の、でかい系。これほんとむずい。一か八かっすもん。当たったら飛ぶけど。確かに確かに。あ、メジ変えてきた。メジ一発出たんか。これ一発狙ってますよ。飛ぶんすかね。それでホームラン打てる子だから。もう一気に打っていいっすか。いいよいいよ。チップ以外やめて。おお、いいな。あ、まあ、なんか。これより全然いいと思う。最低限ですか。まあ最低限、最低限。これ全然 OK。 これ。え、ここで打つしかないんですか。うわ、やば。これ出すしかないんじゃん、こっちに。そう、あの横に出すしかないですね。人がどかしダメなんですもんね。抜けてるこういうのはどかしい。あ、そうなんですか。生えてるやつは折ったりしちゃダメ。もう見えないもん。お、これか。葉っぱとかも動かしちゃダメですか。葉っぱダメです。なるほど。まあ、いけないことないか。やべ、うまい。まあまあまあ、オッケーオッケーオッケー。うまいよ。なるほどね。ヒカルさんはここに見せるんでね。まあ、結局ね、素人もある。
うわー全然よくない。まだ昨日あそこからバンカー越えていくって逆の発想やな。俺をいじめますね、マジで。小川さんがあそこも切り抜いて全部越えていく。見せ所を与えたから。飛ばすやつ行くしかないっすね。バンカー以外狙っていい？あ、別に何でもいいっすよ。もう乗せてやったらいいねんすか、そんな。あれ乗せるのむずいね。いや、相馬さん無双してるからな、今チップインでもいいっすよ。マジやばい。行ったりましょう、もうごめん。おー、よしよしよし。打ちやすいコースにありますからね。いや、なんか難しすぎる。バンカー越えて、あそこ正面の木に当たって跳ね返ってきた時気をつけて。あ、わかりました。怖っ。バンカー越えますね。これ全然あるからな。見てどこらやな、これほんまに。うわ、やばい、そっち行くか。え、どっち。うわ、よし、来た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 、越えた。めっちゃうまい。うわ、やばい、めっちゃうまいや。あれは、あっち抜けると思ってなかった、誰も。結構いいとこ行ったら。いや、めっちゃいいとこあるやん。2ホール目のミスを取り消したって感じや。うわ、ここであのバンカー越えていけるか。大事にしてやな。あ、バンカー入るんじゃない。いや、でも入らん。おー、ちょっと待って、今思ったら片目見えてないの結構飛ばします。今さらですけど。よく考えたら逆に言ったらドカメの岩木みたいな感じで見えてない方を打てるみたいな。悪球の方がね。悪球の方打てる。ブレ玉ブレしてるんじゃない。ブレさせてるね。ブレさせとってたから。これめっちゃむずいな。バンカーハマったら結構よ。もっこりすごいですね。ポイントいきましょう。うわあ。あぶねー、やばいな。俺は並んだからな。こう越えていけるか。おお、うまい。うまい。ありがとう。これも完璧や。これはうまい。なんとか。いや、うまかったな。ここで。ここだからあのボールを近づければいいところだね。バター勝負。しかもあれ坂だわ、めっちゃ。呼んでますね。いや、結構いい位置やもんな。いや、めっちゃいいからな。やばいぞこれ。まさかのミラクルを先出してくるっていう。ここ欲しいな。お願いします。やばっ。くー、もうちょっと強った。これね、強すぎた時のリスクがやばいね。まあ確かに超えたら池あるらしいですよ、うん、あ、マジか。もう入れちゃいたいな。あ、まだ全然あるで、距離的にはそんな差はないから。行き過ぎたら出たらあかんから。入れたらかっこいいですよね。かっこよさにこだわる男。強く行き過ぎたら怖いよな。大丈夫、いいんじゃない、いいんじゃない、いいんじゃない。おー、いいぞいいぞ。オッケーオッケー。おー、いいぞ。オッケーオッケー。めっちゃいったぞ。かなりかなり。次相馬さん。うわー、接戦。これワンダ決まるもんな。これ結構勝負の分かれ目ですよ、マジで。結構弱めだよね。ちょっと強くても。強すぎる。強い。当たれ、当たれ。うわー、強いか。もう結構強かった。最悪だ。まだっすよ。イメージが。でかいぞ、これでかい。感じ申し訳ない。悔しい。悔しい。何これ。おー、うまい。これごらん。うまいぞ、うまいぞ。うまい。うまい。うまいな。うわ、めっちゃうまい。ここで決めちゃいますか。やべえ、やべえ、ここで決めたら勝ちなんで。最悪や、ごめん。ここの距離決めれる？初夜よりもうちょっと強めに行きましょう。強すぎず。うわぁ、うわぁ、おぉ、同点。やばいぞ、この試合。ここで相馬さん決められたら負け。行きましょう。これも一緒だね。一緒っすね、今。相馬さん決めても、次決めれば。なるほど。決めてやばいけどね、この距離。確かにここめっちゃ難しいっすよね。え？いい感じ。うわぁ、惜しい。うまかった、ケソン。危なすぎる。ここで決めたら勝ち。まだ強めでいかないんで。あ、やばい、強い。当たった。当てられた方は元に戻って、当てた方はそのまま。でも一緒ぐらいで。一緒ぐらい。どっち先打ちます。当たってよかったな、俺ら。確かに。勢い殺してきたもん。前にしとけよかった。まあ、どっち先打ちます。光が打ったんじゃない。ここで決めたよな。お願いします。ラストゴールを勝ちました。うわー、決めれない。俺次行きます。これ決めた方がいいんじゃない。決めた方がいいか。じゃあロケマさん、ここは絶対決めない。決まるやろ、ここは。いや、大丈夫です。空振り。うわー、決めた。で、名人の次決めたら勝ち。うわ、やばい。よくてやめて、これあんねん、距離的に。いや、やめてくれ。いや、全然あり。いや、決めてほしくないな。名人決めそうやけどな、ちょっと。いやここはむずいっすよ。ちっこくあの距離むずいっすから。うわー、よし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 。次入ってもどうってサドンです。ここで入れないと。お、入れた。入れた。すげえ。よし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 。危ない危ない危ない。やばいな。ってことはサドンです。あ、どうします。じゃあ賞金なしにする。いや、もう一回なんかこういう感じのショートの。まだいけるんすか。いきますよ。やばい、サドンです。来た。いや、見せてくるよ。やばいな。そう、最後やばかったですよ。危ねー。綺麗だったよ。死ぬほど緊張したもん。うわ、やば。見せましたね。危なかったよ。
じゃあここからですね、140ヤード。やっぱり池ポチャ狙った方がいいっすよね。いやいやいや、やめましょう。ひかりさん、勝ちに行きましょう。チャレンジ。1キロや、1キロ。もう野球やろうとしたもんね。狙うところはどこなんですか。これやっぱ池も切った方がいいですか。いや、もうピン狙っていくよ。そういうことですよね。ワンオン、ワンオン狙って、ワンオン狙う。かっこいいですね、マジ。ここで来たらヒカルさん、でもさっきから結構体の方向に飛んでるから、気持ち左飛ばしていきましょう。こっちはしたくないんで、ちょっと近いんで。こいや、それいいっすよ。こっちの暴れ持った方がバランスよくなるから。いや、それはない。ワンチャン。うまっ。やばっ。あー、でもそれよ、それよ。うわー、キーンとこ行った。何か恐ろしいもん行ったな。大丈夫です、俺得意なんで。わざとね。確かに。あ、こうやって、いや、お茶するよりは全然いいっすね。音楽を谷から突き落とすっていうかね。そうだよ。メジコ、メジマとサラスガニ池狙いに行くよ。僕はもう常にフルスイングです。フルスイング。チップだけやめよう、チップだけちゃんと当てよう。もう行きますよ。これ当たったら結構やばいからマジ。あ、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 ポチャったー。見たプラス一度プラス、そうそう、三打目だよ。めっちゃむずい、斜めってる。まだ池ポチャありますよ。あるな。全然むずいわ。トマちゃん三打目。トマちゃん。全然むずいよこれ。やっぱロケマさんのさっき言った斜めの難しさが。いや、そうなんですよ。でもあの直線上にあったら来ましたよ。いや、それがむずい。怒るよな、それ。むずい、ほんとむずい。できたらみんなやってる。そうなんですよ。やりましょう、トマさんも。奇跡起こすしかないっすよね。今のところ起こしてるんよ、トマさん。配信のまぐれ。そうそう、ポチャってもいいんじゃないですか、一回。トマさん。おぉ、うまい。え、うまい、うまい、うまい。おぉ、うまい。うまいなぁ。ポチャるのだけ怖かったから、そこだけ気をつけました。非常に悪いじゃない。いやー、これいける、いける。こっちに飛ばすしかないですよね。うん、ここは無理だな、さすがに。あの間行ったらマジ神だよ。いや、ここは無理すぎる。 あの木と木の間、カートと木の間行ってやばいな。上にシュッて行ってカートぶつけたら終わりっすよね。カートどけた方がいいっすね。逆に言えばそっち先出してもいいかもしれない、俺ら。そうか、2打目やから俺ら。確かに普通にこっち行ったらいいっすよ。そう。いや、でもこっち行きたい気持ちもあるんだよ。やめよ。かっこいいな、お前。もう行ったらいいんじゃないの、ロケマさんも。逆に行ってまでええやん、もう。右それだから、前。はい。真ん中でやって。もう攻めたらええんじゃない。でもありか。だからこっち狙っといてこっち行かせってこと。そう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 。わかりました。思い通り行かへんから、行くわ。うわ、うまいよ。え？おー、でも抜けた、結局。真ん中狙ったら右行くっていう謎の修正を利用したっていう。大丈夫ですよ、2段目でここまで来たら。これこっち何段目？4。俺らが次3か。1個じゃ勝ったわ、今俺ら。この前を追って1勝つのでかいです。そうなんですよね。俺らがもう硬く攻めていこう。はい。まあ、でもここはちょっと強めでいっても。確かに確かに。名人のクーパープレイ出れんからな。でも1回出たから前。え？あ、下すぎた。よし、いいぞ。まあまあまあ、前進んだら OK。まあ確かに。いいよ。しかも打ちやすいじゃん。確かに。わあ、一軒行きたい、ここ。お願いします、カルさん。でも最近全部勝ないし。いやいやいや、全盛期はほんまに過ぎ去った。まあ、まあ今勝っとうもんな、こっちが。そうっすね。トンボさんはどのスーパーチャンスに出てくるかね。トンボさんありますからね。俺らより進まへんが最高だね。奥の端まで行っちゃってもいいっすよ、ね。軽くやって上がる感じですか。そうです、そうです、軽くね。お願いします。ういフルスイングしましょう。行きます。うまい。うん？かない。ああ、入ったー。最悪やわ。ナイショ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 。終わりやん。最高。最高。並びました、子供。安定でいこう。はい、わかりました。冒険せずに、ちょっとずつ滑りにいこう。とりあえず一回あれやな、このグリーン乗せたいな。乗せたい。でもこっちちょっと意識しだすとこっち行きそうなんだよな。転がす方がいいんすかね。いや、でも転がれへんの。この芝生が転がれへんから。なるほど。ちょっと上げるぐらい。でもそんな強めじゃなく、うん、いや、一番嫌いなやつだ。軽くいいかな。あ、やばい。お、でもうわー、乗った。うまいうまいうまい、来た来たぞ。ナイスナイスショット。でも名人のこっからのリカバリ能力で、もうこれはきつい。これむずいぞ。ごめんな、場所的にやばいもんね。ここで見せよう。これでいいか。うん。いやいや、釣り堀みたいになってるね。うわ、すごい。うわ、かっこいい、かっこいい。かっこいいね、進化しちゃった。新しい。うわー、よしよしよし、ありがとうございます。ここはもうほぼ勝ち確。いや、まあでも気抜けないっすよ。まあね、何があるか分かんない。ここからもしかしたらバーン入るかもしれないんで。そんな確かに見せる音かもな。ここは見せづらいわ、場所やな。体勢きついっすよ。体勢きついわ、また。何これ。え、これやば。これ無理でしょ。なんでこん
な名人とその格好が違うの。確かに強めに行きましょう。無理なんだこれ。どういうこと、こういうことだよ。この V で行かなきゃいけないから。 V の字描きましょう。 V の字ブイモンキー。うわー、お前沼ってる。うわー、惜しいね。なんか本ゴルみたいな。確かに。打ちやすい、打ちやすい。あ、もうこれ任せてよ。ここで勝つ気ないやん、勝つ気が。ポンとしてるじゃないですか。ファイナルスイング。戻ってる。めっちゃ戻ってる。ナイスナイス、ファイヤー。もうふざけてるじゃないですか、完全にファイヤーって。これバンカ出せんの、なんだか使って。確かに、なんだか使って出せますよね。2打、2打払って後ろからやればいいでしょうか。トマさん、2打払ったら後ろからやれるらしいですよ。自分の手前の砂を思いっきり爆発させるの、親の敵。いきます、止めや。ちょっと優しいな。親の敵だ、親の敵だ。おー、もう一息。21。おー、出た。来た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 。ギリやんこれ。ちょっと落ちるかも。めっちゃむずいよこれ。はい。おまあね、オッケーオッケーオッケー、うまかったうまかった。浜さん、ちょっとティナあるんですよ。このままだと俺ら買っちゃうじゃないですか。俺らとっちが指定するバンカーのとこ入れるんで、賞金は20万にしません。負けるんやったらもういいっすよ、そのまま負けてもらったら。バンカーむずい実じゃないですか。俺らもう余裕あるんですよ、マジで出すに。まあまあ確かに、このままだと面白くないよ。今何段差ですか。20。20いくらバンカー出ても20絶対出れるもん。でも出れなかったらこうやってるんですよ、浜さんたち。やりたい。20万負けてもまあいった。マイナスじゃないんで、マイナスじゃないんで、これは出ていかないんで。バンカーじゃないですか、はい、俺らこれほんまにでかいからこの勝負絶対ここにもらうべき。20打差だったら絶対勝てる。俺上飛ばすのあんま得意じゃないんで、ヒカルさんかかってますね。俺バンカー昔やった時得意やった気するんだ。まあでも勝負分からへん方が面白いから、サバンナって戻ったから、まあ、俺もしかもバンカーちょっとやりたい、せっかくのこの機会に。勝っても嬉しいんやけど、たくさん打てへんことが悲しい。じゃあ名人先言ったら24打目ナイスさん。 OKOKOK、 ナイスナイス。じゃあちょっとバンカーチャレンジいいっすか。好きなとこ置いてもらっていいっすか。こんな感じなの。あ、ここ皆さん、土をバーンって一発で出したらもう、笑うけどな。はい、忘れそう。うますぎる。よっしゃー、やったー。でも、やっとったら一発で上がるってことや。本物の目で死んでる。あ、わ、むずいわ。俺ら余裕あるから出すまでやったらいいじゃん。ここでいいじゃん。いやでも俺も上げたから、もう上げたから、ロケマサが。あ、むずいわ。7か。おー、分かった。終わった。筋はいいね。筋がいいわ。うん、ここ伸びそうだ。10万取られるチャンスや。まあ、取られるよね。まあしょうがないな。いや、ヒカルさんマジ上手かったな。トーマさんとメディね、もうバンカー途中諦めててね、投げやりになってましたよ。そのメンタルが出ましたね。反省会、子供会が怒られたみたいな。どうも、持ち帰りよかった。ボーリングの時に行かれた20万。ああ、確かに。もう、ぜでも、ロケマサ40とったらよかった。今日はロケマサも活躍したから、全然違うけど、前と。ああ、いいですね。ああ、まあ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 、まあ、全然。まだ俺らじゃないですか。ずっとこっちのターンでいいぐらい。打数は余っとうからな。でもこれ行き過ぎたら、バンカーっすね。そう、それが怖いな。まあ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 、あーでもいい感じ。OK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 、 OK、 転がるな。次は相馬さんの方です。お、待ってください。うわー、うめー、すげー。うまー、おっぱい見せた。やっぱさっき、勝負諦めちゃいけないって言われて。うまい、ありがとうございます。見せ損だね。やばっ。あー、うわ、うまい、うまい、うまい。おー、これ決まったな。じゃあ、行きます。お願いします。ヒカさん、初ゴール。うわー、決まったー。やったー。しゃー。いやー、よかった。あざっす、まさん。あざっす。名人。あざっす。楽しんでいただけたら。さまさん、投げやりになってますけど、暑さで。いや、暑い。でかいっすよ、これ、これ。これ、でかいなー。足変わったんじゃん。これ1位だ。そうだね、ロケマサが多分単独1位。単独1位だよ。で、光るも、あ、俺も、何倍だったっけ。40万じゃなかった。40万、60万だった。
俺65だったね。そうですね。最後。うん。大丈夫。53。今成績としてはロケマサがダントツトップの73。うわーありがとうございます。その次がそうだ65、俺が次60で3位で名人が53と。名人が最下位になった。うわマジで。でか今回でかいな20は。やっぱりなスポーツ系は基本ねこういうのありっすね。確かにね。なかなかせえへんやんゴルフもボーリングも。だからこそちょっとこういうねダブルアップ。いやしかも多分ゴルフとボーリング唯一俺どっちも落としてるね。うわあ、ほんとだ。40万マイナス。うわ最悪っすね。一番でかいと取れてない。なんか負けそうになるとダブルアップになるでも今日名人絶対また活躍するなと思って。いや確かに確かに。ソーマンさん結構ぶっちゃけ一時期やばかったっすね。やばかった。ぶっちゃけ最初のルールで言ったら僕らボロ勝ちしてるんですけどね。確かに。まあまあまあ、ラスで言ったらね。いやでも楽しかった、うん、面白かったっすよゴルフ。いいっすね。めっちゃ面白かった。これなんかほんまにもうちょっと年取って仕事ついたら趣味でやりたいっすね。ああやりたいっすね。めっちゃおもろかった。はい、というわけでね、今回はゴルフ対決やったんですけど、これまたこの動画こういう風だったら何かしらちょっと別の感じでやりたいですね。プロと組んでやるのもありですね、多分。確かに。そう、一人プロがおるみたいな。はいはい、チームに一人がプロがおってみたいな、そのプロのショット見ながら学んでいくみたいなのも絶対面白いと思うから。確かに確かに。ぜひ楽しみにしてください。じゃあ今回はこれで終わります。ありがとうございました。ありがとうございました。はい、じゃあ、常識。はい、調査官出しますか。はい、ありがとうございました。そうさん、ありがとうございました。何それ。さあさあ、あ、眼帯作ってますね。眼帯いやー、マジか。じゃあもう、渡しますね。うわー、はい、さあさあ、見といてください、これ、ちゃんと。今日の20万っす。20?20 遠いな。20やばいよ。やばいな、20万。これを逃したんですよ、今日。もう、あざっす。じゃあこれ大切に使いますよ。じゃあロケマさんにも。いやありがとうございます。いやすげえ15ありがとうございます。今日一気にアプリで課金しとって。あ、そうロケマさん15なんか。はい、あ、じゃあもう20渡してますよ。あ、それ不正だわロケマさん。それはよくない。学力テストで、ね、ロケマさんマイナス取ったんで、ね、はい、その分のあれが引かれるという。いやありがとうございます。いいなー。これでかいな。触るだけ触ってみていい。触るだけ。20持つっていいっすよ。これを手にした可能性もありましたからね、相馬さんが。そうだね。このまま高財布に、うわー。今回ね、相馬さんね、首位陥落なんで。確かに、ずっと1位でしたもんね。そう。確かに。不動のトップが。まあそうなんだよな。だから最終的にこれ、ずっと1位キープして、1位やったやつは100万プラスでもらえますから。100万円ってやばいよな。確かに。っていうのが一応、まああるんで、テーマに。ロケマサがまさか。まさかの1位。だからそのボーリングとゴルフどっちも取ってんだよ。20万。40万取ってもそこで。俺ゼロだからそこで。何回大食いでも取ってますから、ね。あのボーリングでかかったのおけません取ってあれは。いや、でかいやろ。あれでかかったな。確かに確かに。小さいのばっか買ってるわ。コツ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 。夜はでもまあ、ありますから大食いが。そうですね。ちょっとそこは本当に限界突破していかないとね。まあ最後おさらいしとくと、賞金ランキング今、1位がロケマサで73。で、2番が、ソマさんで65。3番が俺で60。名人が53という感じです。接戦だわ。かなりいい勝負。確かに。全員50万以上もらってる。全員半分買ってるようなもんだよ。確かに確かに確かに。そうなんだよね。負けてはない。俺ぐらいのもんや。か、マエスさんだね。マエスさんっていつも俺のこと煽ってるけど、椅子ももらってないから。すごいメンタルだなと。まあ、須崎さんも、マエスさんも。だからちょっと二人には感謝しつつ。まあでも、なんかマエスさん、須崎さんの何かもまた、やっていきますよ。確かに確かに確かに。あるんすか賞金出るんすか。賞金ね。賞金っす。何かしらやりたいとこ。でも何を鍛えればいいか分かんないから。確かに。何をやるか分かんないですからね。そうそうそう。で結局ゴルフなんて鍛えようがないわけだからね。確かに。できないですからね、気軽に。根性じゃね、どうにもならなかった。あのバンカーってやつね。運も強いですよ、ぶっちゃけゴルフ。まっすぐ飛ぶときと飛ばないときって正直もう自分じゃコントロールできない。確かに確かに。たまたまうまくいっちゃうときもあるんで。でも面白かったですね。いや、面白かったです、本当に。ナイスショットあったでしょ。相馬さん、やばかったですね。パターすごかったパターのなんかミラクル。そこだけちょっとスローで使っといて。賞金ないんで、せめてそこだけで。で、あの、前回、ボーリング対決した時に、結構盛り上がって、俺たちも楽しんだんですけど、輝いてた名人、もう一回見たいっていう声と、笹毛さんやっぱもっと見たかったっていう。ああ、確かに投げ方がね。そう。だから笹毛さんと名人の一騎打ちとかも、一騎打ち。ああ、いいね。いずれ、この番外編で、ガチの、ハイスコア270対ハイスコア250。まあ、笹毛さんもだってあれ、ちょっとしか投げてないから、何回かやってたら勘取り戻してくるじゃないですか。優しい。そこをちょっと見たいですよね。ほんまにどれぐらいのレベルなのか。確かに、マイボールでやってほしいもん、もう。確かに。マイボールあるの二人とも。作ってでもいいから。やってほしいやん。その時俺らはどうすればいいの？観客です。で僕ら どっちかのチームに属して勝ったら一緒に賞金獲得です。あ、なるほど。その人をめっちゃ応援するみたいな。応援が力になりますからね。本当に。
じゃあ精一杯応援しよう。それも言うならば運だもんね。まあそれもですね。まあまあまあ、まあ、ネクステのこのゲームってやっぱ実力も根性も大事なんだけど、やっぱ運がかなり重要だな。結局誰かと組むんで、その誰かと組むが大事じゃないですか。確かに。めっちゃ大事。最後には神に愛された人が勝つってことだね。まあね。運も全て味方にするから勝つみたいな。そういうことです。で次が一応名人が最下位なんで、まあ何かしらちょっと考えてもらう。名人なんだろうね。まあ野球部ですからね。あ、確かに野球いけんのか。根本的に多分スポーツ得意ですよ名人。バッティングとか。バッティング対決するの難しい。むずいストラックアウトぐらいじゃないですか。あ、ストラックアウトね。ああ、確かにあれでできるな。結構運もあるしな。俺の肘が持つかっていう。まあまあね、うん、その辺もまあ何かしらねやっていくとも楽しみにしてください。大臣カード買ってきてもらっていいですか。大臣カードだから俺のやつ20万買ってくんの。うわ、虹も本当に買ってくんの。ガチですよ多分これ。ガチじゃないでしょ。ガチっす。え、なんで怒ってんのちょっと。マジで。うわー、なんかすげえやだこれ。ちょっと行くまでタバコ3本ぐらい吸う。これをアイチューンズカードにするっていう俺の中での罪悪感というか、やっちゃいけないことをやってるっていう違反でしょこれ。どうだろう。1枚ぐらいあげますよアイチューンカード。いきます。